ありがとうございます。西京都市政のこの大将さん、演説が終わりましたので、交代で私、東京都都知事選挙に立候補しております。立花隆氏、演説をさせていただきたいと思います。ということで、八王子駅前ご通行中の皆様、そこから
から俺らは間違わせてないぞ。 NHK の職員たちが悪いことをいっぱいして20億も30億も自分の懐に入れて愛人と豪華な旅行に行ったり銀座の高級クラブでシャンパンや高級なボトルを開けてるそのお金を受信料から横取りした横領した受信料で使ってる、これを世間に公表しよう。そうしたらみんながやめろ、 NHK が潰れてしまうじゃないか、 NHK が潰れたら俺や俺の家族どうするんだ。同じ人ばっかりでした、全員がそうでしたよ。でも僕は一般企業に勤めてるわけじゃない、 NHK という公のために働く特殊法人に勤め、受信料というものを財源に受信料から給料をもらっている以上は自分や自分の家族よりも日本のこと、視聴者のことを一番に考え仕事をするのが当然、いわゆる綺麗事を言ってたんですよ15年前に。手を潰されようとしましたが、ゆっくりゆっくり時間をかけて4年前の個人戦に出たときはおそらく多くの人がお前なんか当選するわけがない、みんなそう思いましたよ。僕もそう思ってたし母親には大反発されました。でも政治というのは4年5年あるいは10年僕は15年かけて政党を作ったのは7年前ですけども、ゆっくりやるしかないじゃないですか。急げば革命をしなきゃいけないというか血を流さなきゃいけなくなるから。だから今回の都知事選挙に立てるとは思っていませんが、皆さんにどうしてもお伝えしていきたいことがあるから立候補しています。そして石井小野さんのようにね、真面目なことを言っていれば、当たり障りのないことを言っていればラッシングされません、叩かれません、延長しません。でもそれだと聞いてもらえないですよ。だから僕は批判覚悟で今回 NHK の政見放送を収録してきました。不倫、土壌、カーセックス、4年前に発生した事件です。 NHK はこの不倫、土壌、カーセックスを未だに隠蔽しています。どんな事件だったか、ニュース丸ごと山形という山梨県のローカル放送、山梨県のローカルの夕方のニュース、キャスターである NHK 職員斉藤隆信という職員と女性の女の子、まあ、この人一般人までナミちゃんと表現しますが、ナミさんという女の子がニュース生放送終わった後に2人で車に乗って北総通りに車を止めて、そこで他の人が見えるような状態でカーセックスをしていく、これは道路交通法違反でも疑いもあるし公然わいせつ罪も疑いもあるわけです。犯罪なんですよ。ところが NHK がそれを週刊誌に報道された途端、夕方の男女のキャスター2人をいきなり降板させて新しいキャスターに差し替え、何の説明もなくですよ。昨日までニュースを読んでいた2人がプリントのカーセックスをしたので新しいキャスターとアシスタントに変わりました。この説明必要でしょ。今でやってません。だから隠蔽してるから NHK のスタジオでこのニュース丸ごと山梨を私は一人でやってきました。 NHK のスタジオの担当者凍りついてました。こんばんは、ニュース丸ごと山梨の時間です。キャスターの斉藤隆信です。アシスタントの上でーす。こんな感じでね。で、もうニュースなんて読んでられないから、ナミちゃん、セックスしに来いよ。セックスですか？多目的トイレは嫌ですよ。大丈夫だよ。僕の愛車で行くんだよ。あとかやってきます。頭おかしいでしょ？スタジオ凍ってますよ、NHKのスタジオ。めちゃめちゃアウェイですよ。NHK のスタッフ10人がいて。これ NHK、それとすぐ来ました、終わったら。5分半の収録だったんですが、5分半で切られるんですが、
5分30秒の時はあーんガクっていう感じで超ふざけてきましたよ。だから最後は振られてたんですが、最後のガクは入りませんって言われたんですが、上の部長から歩いてきた偉いさんが、立花さん無理っす、こんな放送できませんと言われました。そこから1時間粘りました。結局応援されます。結局 NHK がなぜ放送できないかについて合理的な説明ができなかったんですよ。僕が会えたことはいけないんですか。それはそうではない。吉本新喜劇ぐらいしか会えてない、さすがに業者をしてません。そこまでね、詳しく。じゃあ何が悪いんですか。キャスターの実名を言ったことが問題だと言い出したので、それ NHK の職員でしょ。 NHK の職員の名前を言うことが何が問題なんですか。クリーンの状態を解析した人が未だに説明も謝罪もしてないから隠蔽してることを暴露してるんですよ。それが何の法律に引っかかるんですか。正解を確認しました。最終的に私の政見放送全く問題ない、そうです、オンエアされます。次の月の月曜日夜の10時49分から一人52歳のおっさんが NHK のスタジオでああああ言ってますから、六本木ヒルズの多目的トイレはやめてみたいなトレンドも入れてきましたので、ぜひねテレビで見ずに一人こっそり YouTube で見てください。ね、なんでそんなふざけたことをしてるかって言えば、真面目な話を聞いてもらいたいからです。これね、この国は危ないです。皆さんの自由がどん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 奪われていきます。急にこんなのなくなりませんよ。自由って中国共産党が皆さん国民の自由を奪ってる、北朝鮮もそうですが、急にはなくなりません。急に奪われない。ところが今回のコロナ自粛でしょ、要請でしょ、営業をしないでください、飲食店は夜の8時までにしてください。最初はすごいソフトだったんです。実態もソフトですよ。お願いします、パチンコ屋さんはお休みしてください。ところが途中から政府家に命令に変わってるんですよ。皆さん気づいてないでしょ。それはね、アメリカにずっといたネイティブの英語圏にいた人はステイホームが家にいろとは直訳するのは飛躍しすぎてるっていう人もいますが、少なくとも命令できない立場の人間がステイホームという命令の英語を使って徐々に皆さんをテレビで使って洗脳したんです。そして営業せざるを得ない、保証がたった50万しかなければやっていけない、パチンコ屋さんが仕方なく営業を始めたら今度はそのパチンコ店名を公表するというまさに暴挙ですよ。法律で決まってるから、法律で決まってることをまだ自分を守ってないじゃないかと、国会でやるなんて言っちゃいけないんですよ。法律で不規則発言は禁止されてますからね。こういう時に限って法律で店名公表だとか言い出してパチンコ店が悪いという空気を作り出し、そしてその都知事や大阪府知事が言っているから、多数派やそして政治家の偉い人がパチンコ店の営業がダメと言ってるからというその意識の見旗を持っていろんな YouTuber をはじめ、そういうね多数派の声を背にいじめに入るんですよ。いじめに入ったんですよ。パチンコ店で並んでる人たちはなんだ法律違反してませんよ。多数派のお願いを無視してるだけじゃないですか。それは僕もパチンコに行くのでいいとまでは思わないですと、ちょっと嫉妬してたらいいと思いますけど、それ以上に自由を奪われていること、そして自由に動いていい生活をしていい権利を要請という名のもとに実質的には行えないことになってしまったこの日本が
むちゃくちゃ怖いんです。NHK の受信料のことを僕は日頃言ってます。見ない人は払わなくてもいいじゃないかって。めちゃくちゃ当たり前のことでしょ。NHK のお金払わなきゃ NHK の電波止めればいいんですよ。NHK が決めてるんじゃないんですよ。政治家が決めてるから。だったら電気払わなきゃ電気止まるでしょ、東京電力。水道料金払わなきゃ発電のしやすいだって水止めるでしょ。水や電気止まったら死ぬじゃないですか。NHK だけお金払わなくても電波送る。そして暴力団。反社会勢力のような人が家にやってきて金を払えと脅してくる。挙句の果ては裁判してくる。これ NHK の受信料の徴収システムと今回の自粛のコロナ自粛に伴うパチンコ業者に対するいじめのような構図が一緒にしか見えなかったんですよ。だから自由な国なんですから、共産国家じゃないんだから、少数派の意見、少数派の自由を守る政治家、政党がこの時に声を上げなければ、少数派がどんどん迫害されていきます。今ね、こうやってタバコ吸っていらっしゃる方は何人かいらっしゃいますが、タバコを吸う権利奪われすぎてませんか。僕はタバコ大嫌いですよ。でも税金を払ってタバコを吸う、もう少しタバコを吸う人の環境も整えるべきですよ。ここまで迫害するんだったらタバコを売ることしたらやめてしまえ。少なくとももう今二十歳になってない子供たちにタバコを吸わせることを禁止するような根本的な改革をするべきですよ。ありがとうございます。多数派に従わなきゃいけないことと、多数派がいても少数派の多様性を認めなきゃいけないことを明確に分ける日本にしたいんですよ。例えば税金はみんなが消費税 10% 払わないと全員が税金の恩恵を受けるでしょ。だからわがまま言うしちゃいけない。クラスで、ね、合唱コンクールするときにクラスの8割9割が決めた曲を1割2割のやつで歌いません。俺たちは違う曲を歌おうって言ってバラバラに2つの曲を奏でたら、これはもうダメでしょ。友達同士で北海道旅行に行くのか沖縄旅行に行くのか、アンケートをしてどっちかに行かないとバラバラで旅行行っても楽しくないでしょ。そういう時は多数決で決めたこと、少数派は多数派に従う、これが民主主義ですよ。一方でバラバラにしても問題ない時はバラバラでいいんですよ。少数派の意見を認めてもいいんです。 NHK の受信料もそうだけど、年金問題、年金は税金とは違います。払った人、年金を若い時に払った人は60歳、65歳、70歳からが年金もらえます。でも払わなかった人はもらえないんでしょ。なのに税金、年金の掛け金を払わなければいけないという法律があって強制執行までしてきますよ。おかしくないですか。年金いらないっていうその権利は少数派であっても認めるべきでしょ。これは私は年金はいらない、年を取ってからも年金なんていらないから厚生年金は払いませんっていう自由が本来認めるべきです。これが合理的な考えを持った政治をやるっていうことです。友達同士でお昼ご飯食べるのに4人は松屋に行きたい、2人はマクドナルドに行きたい、6人でグループで行った時に松屋に4人が行きたいからって6人松屋に行かなきゃいけないんですか。4人が松屋に行って2人がマクドナルドに行って後から合流してもいいんでしょ。旅行と違うんだから、一つ一つが多数決によって一つのことをすることと、多数決をせずに少数派の意見を認めることっていうのを
しっかりと分断して政治をしないと争いが起こるんですよ。その例が、最たる例が今回のこの校内自粛です。あくまでも自粛、東京都民がお隣の神奈川県に行ったり千葉県に行ったりすることは全然かまわないです。待ったんですよ、法律上は。でもそれを行った人に対してナンバープレートが他府県だからって、その車に対して何かいたずらをするとか、これね、相当心病んでる人ですよ。ストレスが溜まって自粛自粛でイライラしてる人かもしれません。いいじゃないですか、強制でも義務でもないのに。少数派の意見を守らないとどん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 戦争に向かっていきますよ。国が戦争するときって国民の考えを一つにまとめていくんですよ。怖いですよ、多数派の意見が全てだとなる社会は。先ほどちょっと高齢の70歳前後の方、女性の方とお話しましたが、年金なんて払いたい人が払えばいいでしょ。その女性は、いや、五条の精神が必要だとおっしゃいます。もうね、その女性を責めるつもりはありませんが、科学的というか合理的に考えたことがないんですよ。もう高齢になると自分が年金もらう側だから、若者が年金払わないことがダメだから、それに合理的な根拠もなく反対します。おじいちゃんおばあちゃんたちがめちゃくちゃいます。この国少子高齢化、若者は選挙に行きません、政治に関係ない、関心を持ちません。理由がいっぱいあるでしょうけども、この東京都知事選挙、22名の立候補者がいます。誰一人20代いません。20歳になっても30歳にならなければ立候補すらできないんですよ。それを決めたのは今の政治家たちです。憲法では平等に権利が与えられています。憲法13条、基本的人権の尊重です。なのに29歳までの大人は東京都知事になることが多く、立候補することすら禁止しています。正確に言うと法律が就任することを禁止し、行政が勝手にそれを歪曲して考えて立候補も禁止しています。僕のように当選することが目的ではない候補者であっても、20代というだけで選挙に立候補して自分の主張を言うことすら禁止しているこの国家、おかしいと思いません？気づかれた方は、そうだよな、そんな20代の人たちが選挙に行かなければ、選挙に立候補できなければ、自分の家族や友達や知り合いの中で20代の人が誰も立候補してなければ、政治や選挙に関心を持つわけないじゃないですか。最初のきっかけは投票してくれとか、自分の知り合いが選挙に関連したときに政治や選挙に関心を持つ人多いんですよ。でも若者は来たら困るから、日本代表、ちょっと待ってください。あの、今日はね、若者が政治に口を出してくることを、この国のジジイババアの政治家が阻止してることに気づいてもらえないんですよ。だから年金なんて払いたくない、年金払わない、そこから年金いらないでしょ。皆さん40年後に私は年金欲しいとか、俺は年金でめちゃくちゃ楽するんやっていう人いないでしょ。なぜか、簡単ですよ、生活保護があるから。僕、日本国憲法25条、健康で文化的な最低限度の生活を営む権利を有する、小学校か中学校に習ったでしょ。この国の国民であれば年金なんてもらえなくても生活保護は絶対にもらえます。そう考えたら、今のお金、20代や30代の時にもらえるお金を40年後や30年後のために蓄えておこうなんて思わないでしょう。今となったら生活をもらえばいいから、そのお金を
お金があれば楽しい時間が過ごせる、そっちに使いたいと思う若者が大勢いますよ、いるはずですよ。でもその声を積んでいるのが今のおじいちゃんおばあちゃんの政治家です。20代に立候補させないんだったら65歳以上に立候補させるなよって。この国の多くの企業は定年制というものを持っています。60歳であるとか63歳、65歳になればどこの会社も定年ですよ。政治家の定年がない。一方で30歳にならないと立候補できない。これこそじいちゃんばあちゃんが政治を自分たちのために利用している何よりの証でしょう。でその人たちがコロナになりました、コロナ感染広がりました、命の危険があるのは高齢者ですよ。全然年代別の死者数発表しないでしょ。東京都感染者数が何人何人しか言わないですよ。コロナで感染した数なんて正直どうでもいいんですよ。何人死んだかでしょ。病気になることを防ぐよりも死亡する人を防ぐのが私は行政の仕事だと思いますよ。知らないんだから。東京都で40歳未満でコロナでも亡くなれなかった方はたったの一人ですよ。この一人の命をねどう見るかは皆さん次第ですが、交通事故だって毎日1人、1日日本で10人ぐらい死んでます。東京都では1日1人ずつ平均でね交通事故でも亡くなってるんですよ。コロナではたった1人だけ、まあ、全部でも370です。でその若者の糖尿病を患ってた力士さんです。お相撲取りです。で志村けんさんが70歳でも亡くなりになった。これはもちろん心よりお悔やみを申し上げます。志村さんにはいろいろ笑いを提供していただいて人生を充実させていただきました。一方で客観的に冷静に志村さんの状況を考えたときに、年齢が70歳、タバコも1日4本吸われた時期があったそうです。コロナにかかれば体力も低下されていたりしたでしょう。コロナに勝てなかった。これは痛ましいことですが、あくまでも病気です。病気によっても亡くなりになった方は遺族の方もそれほどダメージはありません。一方で、ね、コロナによって仕事を奪われ、自殺を選んだ方のご遺族一生後悔しますよ。病気じゃない死というのは遺族にとってはずっと何年何十年も後悔が起こります。死の重さが違います。だからできるだけコロナによって仕事を止めることはダメです。特に現役世代、仕事をする世代、20代、30代、40代、50代はコロナに感染してもほとんど知らないことは科学的データで証明してくれています。だから今後コロナの第2波が来ても高齢者はしっかりと隔離をする、希望者だけですよ、もちろん家族と一緒にいることすら隔離をしてコロナに感染しないという政策を打ちます。ただ家族と一緒にいたいという高齢者はその主張、その権利は守ります。もちろん20代であろうが30代であろうがコロナに感染したくないという方はちゃんと別の部屋用意します。ホテルなんてガラガラですから。そのように希望、それぞれの希望に応じて、それで頑張っていきましょう。この方法、頑張っていきましょう。一日先生、ありがとうございます。お世話になってます。失礼します。ありがとうございます。ありがとうございます。ありがとうございます。ぜひ、いい東京にしていきましょう。ありがとうございます。山口先生、ありがとうございました。そう、小戸塚先生、ありがとうございます。日頃ね、3人で、石井先生も、小戸塚先生も、山口先生も、僕、毎日、公開に一応行ってますので、お話をさせていただきます。結構政治家、ありがとうございます。横のつながりはありますので維新と会もありがとうございます。で、とにかく全員をね、ありがとうございます、全員を自粛させることはやめましょう。希望者はちゃんとホテルの一室に入っていただいてコロナに感染しないような対策を打ちます。で、しっかりと働ける希望して働ける方、遊びたい方はどうぞ自由に遊んでください。自由に仕事をしてください。こんなウィズコロナ、そういう状況にしていきます。ちなみにウィズコロナって言い出すのは僕4月にも言ってますから、
多分小池さんにちょっと託られたんだと思いますが、いずれにしてもコロナの時代においてはこれはこれからは相当綿密な科学的根拠に基づく自粛要請をしなきゃいけないということです。よって政治をする人は相当頭のいい人をやらなきゃいけません。これまでの政治家というのは頭のいい人やってません。だからほとんどです。なぜか給料が安いです。1億円くらいです。1年間1億円なんです。高いと思うでしょう。僕は高いと思いますよ。でもこの国の頭のいい経営者、例えば堀江さんね、あの人1兆円持ってたと。1兆円、これはポロッと言ってました。20代で資産が1兆円です。1億円の1万倍です。堀江さんが、例えば今 ZOZO の元 ZOZO の社長の前川さんが年収1億円で国会議員したいと思いますか？国会議員やると、やれ女性問題だ、やれちょっとなんか歌舞伎町のなんか風俗店に行ったら叩かれてたでしょ、高井隆さんっていう人、自粛中に。政治家になるとプライバシーがなくなる、プライベートの時間がものすごく制限されるんですよ。つまりこの国のむちゃくちゃ賢い人は政治家という選択をしないんです。ほとんどの人は給料と見合わないんです。でもこれまでは良かったです。バカな政治をしてても平和だったから。でもこれからのコロナの時代における、これからの政治というのは日本だけじゃなくて世界中が混乱していますから、賢い人が政治をしないと、そのツケは必ず庶民の皆さんのところに回っていきます。今ね、 NHK の受信料って NHK 見てる人が払えばいいと思う人、これどれくらいあります？お金払わなきゃダメだ、いるでしょ。見てる人だけが払えばいいでしょ。なのにそれすらさせてくれないんですよ。中金人が来て、あなたテレビあるでしょ、いや持ってません、いや携帯電話あるでしょ、バンセルあるでしょ、いやあるよ、いやじゃあ同時再送信ってインターネットでも今テレビ見れるんですよ、NHK。もう絶対カバーできない状態にしてるんですよ、逃げ切れないように。意味がわからないことを一生懸命この国の政治家やってます。これ自由認めてないですよ。こんなことすら政治家、皆さんの声を聞くって言ってるでしょ、国民の声。特に選挙の時になれば、八王子市民の安全を守りますとかね、東京都民の安心安全を守りますとか言うでしょ。今一番街中で危険な人って NHK の出勤員でしょ。突然夜中にやってきてピンポン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 って鳴らして、あるいは家の前で待ち伏せをして、カード出せ、クレジットカード、キャッシュカードを出してくれ、裁判すると、こんな危険な人いないわけでしょ。それをでも、いけって言ってるのは、日頃市民の安全を守るとか、国民の安全を守るって言ってる政治家が、そんな法律を作って、NHK に国民から金持った方がいいって命令してるんですよ。本当にね、この国の政治家の頭おかしいですよ。皆さんのことなんて考えてないですよ。僕、国会の中で当然向いてます。めちゃくちゃ僕の顔を見た瞬間、多くの議員は笑顔ですよ。ちなみに僕に対してこいつは調子乗ってって顔する国会にはっきり言って誰もいません。みんな笑顔なんです。あ、どうも立花先生こんにちはとかニコニコってされます。なぜか心の中でずっと死なでもこいつにいらんこと言われたら大変だから、こいつの前では笑顔を振り返っておこうなんですよ。本当に僕のことを理解してたら、国民の 2% が信用を踏まないというか、スクランブル放送しようということで票を入れてくれたんでしょ。たかが毎日ですよ、僕が言ったの一つだけですよ。 NHK にお金を払わない人をお守りします。 NHK のスクランブル放送を実現します。これしか言ってないんですよ、去年の夏。それで自民党の17分の1の票をいただいたんですよ。議席は一つですけど、
数は自民党さんが1700で、うちが100万票なんです。自民党さんの17分の1の票をいただいている。そうすれば自民党や他の議員、政党の人たちは、国民はそんなことで100万人も投票する、自民党の17分の1も投票する、 NHK のスクランブル放送は真面目に考えなきゃいけない、検討しなきゃいけないと思わなきゃいけないでしょ。そうじゃないんですよ。うわ、こんな立花みたいなやつが出てきやがった、これは潰さなきゃいけない。すぐ今僕警察沙汰ですよ。今僕被告人ですよ。数字にかかってるんです、必死に。僕そんな悪いことしてないと思いますよ。 NHK の放送センターの横で、あなたたち委託している業者、 NHK の衆議院さんたちはいわゆる反社会勢力ですよね。雨上がり決死隊の宮里さんがお付き合いしてたような反社会勢力を NHK さんは使って集金業務してますよね。名古屋で集金人がおばあちゃんからキャッシュカードを騙し取って250万円もの被害が出てますよね。他にもありますよ。情報を NHK の会長に伝えるために NHK の前で演説してたんです、選挙の演説を。それが、ごめん、それがね、威力業務妨害罪らしいです。NHK の会長に面談を求めるために NHK の前で演説をしたら、威力業務妨害罪で、僕はその裁判、その選挙の後、東京地方裁判所で、刑事被告人として、裁判を受けなければなりません。ぶっちゃけね、ちょっと怖いですよ。まあ、ほとんどそんなことは覚悟しているので、日頃は全然怖くないと言ってるし、怖くないと思うんですが、ちょっとやっぱり怖いです。何されるかわからないから。でもね、そんなにいちいちビビってたら、改革なんかできないですよ。刑務所行くことぐらいでビビってたら、改革なんかできないし、自分にも日頃言い聞かせてますよ。おとなしくしてよ。めちゃくちゃ楽ですよ。今僕年収にして1000万2000万ぐらいいただいてますから。 YouTube でもね、まあ、YouTube の収入がなくなりましたけど、会社の社長もしてるし、党の代表もしてるから、何もしなければ楽に生きていけます。 NHK の職員の時もそうでした。年収1200万ぐらいありましたから。でも誰かがやらなきゃいけないんでしょ。いいことみんな言ってるんですよ、政治家、立候補してる人。僕にはね、やっぱり上手にしか聞こえないですわ。他の候補者、真面目なんでしょう、頭もいいんでしょう、いいこと言いますよ。誰にも嫌われない公約を掲げてね、僕はそれはできないですね。本気でやるから、僕は。ユン大統領やりますから、いろんな人から恨まれる、足を引っ張られる。あらぬ疑いで、そら刑務所にも行かなかったかもしれません。やめたいと思うときもありますよ、人間ですから。怖いですよ。でもね、やらなあかん。どうやって高いか。僕は自分がめちゃくちゃ能力高い人物であると自覚しています。でもその能力を自分の私利私欲に使おうと思ったことは一回もないですよ、人生。公のために、正義のために、困っている人のために、笑顔が欲しい、ありがとうって言葉が欲しい、ずっとそんな思いで生きてきました。子供の頃から気が、物心ついた頃からそうですよ。おじいちゃんにも父親にも公のために生きる、これが美しい生き方だ、人間必ず死を迎える、その時に多くの人に感謝されて死んでいくような人間にあるべきだ、素晴らしいと思ってましたよ。父親も祖父も。私の祖父は
天皇陛下から担保局長勲6等の表彰までいただいて、一銭にもならない、ありがとうございます。民生委員の仕事をずっとやっています百姓さんです、ありがとうございます。お約束しながらね、自分のことよりも公約のために仕事をすること、そういう家系で育ってきたから、僕はたった NHK に入ったんですよ。 NHK で働くことは二度と戦争を起こさない日本にするためなんですよ。小学校か中学生の時に日本あの NHK ラジオと朝日新聞がミッドウェーの海戦で大勝利を収めたといういわゆる大本営発表、嘘をついたんですよ。国民を戦争に導くために、アメリカに戦争を負け始めてるのに日本が勝ってる勝ってる、贅沢が敵だ勝つまではというスローガンのもとに、昭和18年19年あの頃にどん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 戦争にこの国の国民を送り届けて、何百万人ですが戦争で亡くなる、そんなことを二度と起こさないように税金ではなく受信料という制度で NHK は権力者を監視するために公共放送 NHK が出来上がったというか再スタートをして、昭和25年に放送法ができて、税金じゃない財源で NHK は運営する、だから国が暴走した時には止める、そこで働くことがこの国の平和を守るため、選挙を守るためだと思って18歳の時に NHK に就職をし、約20年間勤めてました。もし NHK が国民の期待を裏切るようなこと、不正をすることがあれば、私は会長室に労働をしてでもその不正を正す思いで入局をしました。まさか NHK と喧嘩を持ってしないといけない日が来るとは思いませんでしたが、15年前に NHK とガチンコで喧嘩することになりました。戦いでした。誰も僕の味方をしてくれる人はいない、家族もですよ。自分の嫁さんや両親、親戚、あれですか、そういう身内にすら NHK を辞めるな、どうやって生活していくの、 NHK 辞めて親戚にも全部止められましたよ。こんなに日本で腐っているのか。特に法務省のいとこに言われたことが一番のこの動機になりました。いとこの女の子、4つ年下です。京都大学の法学部首席で卒業して、いわゆるキャリアですよ。 NHK こんな悪いことしてるから俺中間文書に内部告発しようと思ってる。で相談したら、そのいとこの女の子が、高橋さんそんな絶対やめてください、この国はそういう内部告発をするような人を徹底的に排除しますよ、私は裁判官を派遣する仕事をしています、国や権力に盾ついたらそれに対処するための裁判官をわざわざ広島とか各地の高等裁判所に人事異動させて、国や NHK が負けるような判決を書くような裁判官はそのような判決の担当はさせない。どんなに正論を言っても法務省が色のついた裁判官を派遣するってその15年前にはっきり言ったんです。私なら墓場に持って入るとまで言いました。こんな人間がこの国の官僚をしているのか、不正を墓場に持っていくような考えを当時まだ30歳くらいのキャリアの僕のいとこの官僚が言ったときに、これはまずい、絶対に何告発しなきゃいけないと心まで決めましたよ。危なすぎる。で15年前に内部告発をし、しばらくは待ち遠で来てました。そこのピアさんにも結構お世話になりました。ちょうど僕が NHK 辞めて2005年にオープンした店のはずです。7年間ぐらい待ち遠をしながら心の病になってましたから、それをケアしながらゆっくりとね、この国をどう正義の国に戻していくのかを考え続け、7年前に政治団体を立ち上げて
NHK から国民を守る党という政党を立ち上げ、これももちろんたった一人でやります。最初はね、誰も演説なんか聞いてくれませんよ。それね、維新の会立ち上げた橋本徹さん、羨ましかったですよ。今も尊敬してますが、テレビでいいんでしょ。橋本さんの顔みたいから演説聞いてくれるんですよ。山本太郎さんもそうです。映画、ドラマ、コマーシャル出てたから、太郎さんの演説聞いてくれるんですよ。じゃあ僕は一般市民としていくら演説しても聞いてもらえない。ガクッとしましたよ。いいこと言ってても無理だろ。だから NHK の政見放送に出て、フリード上カーセックス連呼して NHK ぶっ壊すって目指すところからスタートしました。でも、ただ目指したいとかそんな全然ないですよ。この国の不正義、嘘をついてる人たちに対して多くの人が政治に関心を持ってもらえないと、嘘をついてる人、隠し事をしてる人がいつまでたってもごめんなさいって言えないですよ。ごめんなさいって言ったら許すに行こうにしないと、今の政治家や官僚は謝ったら終わりなんですよ。認めたら終わりだから、認めない、ごめんなさいって言わない。でどん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 嘘に嘘を積み重ねていって、それで今国がバランスになってるのがこの国の総理大臣じゃないですか。安倍晋三さんの人ですよ。気の毒ですよ。あれだけ嘘ばっかり言ってたら、奥さんの昭恵さんとも仲良く、昭恵さんの方から僕に連絡をいただいて、しばらく2年間くらいはそれこそ僕と昭恵さんが不倫してるんじゃないかって一部報道されたくらい、昭恵さんおやすみなさいっていう親密なやり取りもしてました。それは森友問題、森友事件で昭恵夫人が国会に出てくるべきとかいろいろと戦われてた時に、そして赤木俊夫さんという法務省を解散された方が視察された、その1週間後ぐらいに昭恵さんから連絡をいただきました。 Facebook のメッセンジャーで、安倍昭恵です、最初偽物かなと思いましたが、本物だということで、そこから連絡を取らせていただいておりましたが、昭恵さんも苦しいですよ。本当のこと言いたいですよ、その人森友学園に関係しないはずがないでしょ。籠池さんに100万円渡してないはずがないですよ。学校の名誉校長になってたことは皆さんもご承知の通り、周知の事実でしょ。ホームページに水幌国記念小学院の校長、理事長、籠池康典、名誉校長、安倍昭恵って載ってたことは、これは誰ももう否定できない事実ですよ。なのに、安倍さんは3年前の2月の国会で、私や妻がこの学校の土地取引に関係してたら、政治家辞めるなんて言っちゃったわけですよ。一言ごめんなさいって言ったんですよ、言い過ぎました。でも彼は固くなり関係がないと未だに言ってるんです。そのために部下たち、官僚たちは大変です。あの9億の土地が1億になったら、その文書、公文書を安倍昭恵というものを全部消さなきゃいけなくなった。大変ですよ。真面目に仕事をしている公務員からすれば、公文書というものはお札と一緒ですよ。偽札作るのと一緒ですよ。不正な文書を作らされる公務員の気持ち、真面目であればあるほど心を病みますよ。国民を正す仕事をさせられるんだから、国民のための仕事をしようと思って公務員になったのに、国民を正す仕事をさせられる人間の気持ち、僕は言ってたことが分かりました。 NHK は視聴者、国民のために仕事をしなきゃいけないのに、 NHK のために僕も不正な権利処理をさせられたから、で不正な書類を作らされた人が自殺をし、安倍昭恵さんもそれに心を痛めて僕に連絡をくれましたが、いまだに昭恵さんはこのことについて何一つ発言も発信もされません。いい加減、昭恵さんもあなたが悪くないことは私が一番知ってます。
安倍昭恵さんが何か悪いことをしようとした、そんなのは何もありませんよ。ただ彼女が知ってること、それはすごく重要なことなんです。誰かが悪いことをしています。少なくとも公文書を書き換えた人間、それを指示した人がいるんですよ。その手がかりのために昭恵さんが知ってることを全部公開してくれたら救われる人もいっぱいいるし、あなたが公開しなければ新たな自殺者が出るかもしれません。昭恵さんにもそのようにメッセージを送りましたが、そこでピタリと止まります。返事がありません。でも僕は昭恵さんの勇気を待ってます。赤木さんの奥様、赤木俊夫さんの奥さん、自殺された奥様、2年間沈黙されてました。中間文書にご主人の遺書を出すまで2年間もかかりました。この2年間の間、赤木俊夫さんの奥様、雅子さんはマスコミの人たちの間では頭がもうおかしくなったと言われてました。赤木さんの奥さんからも僕に電話がありました。本人ですって、なぜご主人の遺書を公開されないんですか。マスコミの人たちは、奥さんは頭のいかれた人って言ってますよ。奥さんはこう言います。志村さん、怖いんですよ。目の前で主人が殺されて、主人の職場の人が家にやってきて、遺書はどこだ、遺書を見せてくれ、そういう主人を殺したと思われる人が家にやってきて、口止めに一生懸命走ってくる姿を見て、すごく怖くて怖くて仕方がなかった。でも立花さんが森戸の問題について、事件についてずっと前から発信をされているのを私は見てました。立花さんに勇気をもらいました。だから遺書を公開します。佐賀と戦います。財務省と戦います。そうおっしゃってました。時間をかけてこうやってゆっくりゆっくり真実して頑張っていくんだと思います。だからね、皆さんも慌てないで見てほしいと思います。マスコミによってね、一時的な人気が出る人とかありますけど、政治ってそんなんじゃないですよ。ゆっくりゆっくり、時にはね、人の心が開くまで頑張らなきゃいけないです。だから僕は今、昭恵さんが赤木さんの奥さんの気持ちとかを理解して正直に言ってくれる日が来るんじゃないかな。安倍さんが少なくとも総理大臣の任期を満了する来年の9月にの後には、安倍昭恵さんが森友学園のことについて何か話してくれるんじゃないかなって期待しています。門池さん、そして門池さんの奥様とも日頃そんな話をしています。僕は意外に気が短そうに見えますが、あれは全て演出です。人の心というのは時間をかけてゆっくりと太陽のように照らしつけて開くものであって、北風のように無理やり人に物事の発信をさせるものではない、ずっと思ってます。僕の在留の目でよく聞かれます。金と女、選挙の票は追えば逃げる、お金が欲しいと思うとお金が逃げていきます、女性とセックスしたいと思うと女性は逃げていきます、選挙の方が欲しいと思えば選挙は勝てない。大きな気持ちで長い目で訴え続けること、好きな女性に対してはずっと好きでいる気持ちを伝えていくことです。お金というのは信頼があれば必要なものが集まってきます。私は自分のやりたいこと、それができるだけの金があればいいと思っています。ありがたいことに今6億円借金してます。6億円ですよ。 YouTube で選挙に出たいから1億円集めてます。たった2日で1億円貸してもらいました去年ね。で、今度衆議院のために、衆議院選挙の衆議院に1億円貸してください。 YouTube で言ったらもう30分で1億円超えました。すぐ止めたんですけど、もう5億円ぐらい貸してくれるって言ったらいたんで、じゃあもうありがたくお返しします。すごいなと思いましたよ。何の担保もなく
5、6億円の金が集まるって、それだけでも期待をされているし、やらなきゃいけない、そらすごいしんどいですよ。焦ったりすることもありますけど、自分を信じて、そして皆さんを信じてね、この国の国民はちゃんと説明すれば分かりますよ。文字も読めるし、人の話も聞けます。他の国から母国語、自分の国の文字が読めない人いっぱいいるんですから。だから僕はゆっくりやってるつもりです。なので言うと本当申し訳ないんですけど、僕の中には正義とか使命感とか責任感しかないし、 NHK 職員として20年間受信料で給料をもらって自分や家族が生活してきました。その時にいただいた、皆さんからの受信料でいただいた僕の生活や経験、社会に返していきたいと思います。もちろん5年前に当選して船橋市議会に、そして葛飾の区議会に参議院としていただいた皆さんからの税金からいただいたお金も皆さんのために還元していくつもりです。 NHK 撃退シール未だに無料でお配りしています。電話いただければ受信料払いコールセンター夜の11時まで営業しています。電話1本でシールもお届けしますし、 NHK 集金が来たら確実に折り返します。もし NHK から裁判をされたら、弁護士や司法書士を無料で紹介斡旋します。 NHK から請求書が来て気持ちが悪い、 NHK から人が来て怖い、弁護士や司法書士に委任する、これも無料で斡旋をさせていただいてます。税金を皆様のために、 NHK の被害者をお守りするために使ってます。そしてこの選挙の時のお金、極力使ってません。今回この中においてどのような選挙をされますかという取材をもう何十社からされています。私の選挙はこれまで通り何も変わらないですよ。インターネット、 YouTube でこれも今配信してますけども、車の上でネットで、車で喋ってネットで 全世界に流す、これしかやってないですから。選挙事務所もちろん作ってません。ウグイス嬢いません。前回の去年の参議院選挙も供託金が1億円かかりましたが、選挙費用は17万円、たった17万円ですよ。僕の論で当選した河合安里さん、同じ参議院に1億5000万円使って選挙当選したんですよ。1億5000万円ですよ。捕まりましたけどね、たまたま捕まったんですよ。河合安里さんはこんなこと私が捕まるんだったら他の議員みんな捕まるでしょうって平気で言ってます。1億5000万円の税金を、まあこれ税金ですからね、しかも皆さんの国民1人250円の政党助成金の資金が自民党に200億円ぐらい毎年流れてます。その政党助成金のうちの1億5000万円が河合安里さんの事務所に送金される。その1億5000万円を自民党の議員に現金で巻いていったわけですね。人中以外が公正以外だという名目のもと、そんなのね、3ヶ月後に自分の選挙があるんです。広島の議員にだけ公正以外とか配ってたら、こんなの誰がどう見ても自分の選挙の時に票入れてくれっていう賄賂思うでしょ。でも自民党の議員は、いやそんなことないですって平気で言ってますよ。1億5000万円ものお金を選挙で使うような人たちがこの国の与党として政治化してるんですよ。そしてその1億5000万円を配った責任者である二階さんという幹事長、小池さんとめちゃくちゃ仲いいでしょ。小池栄子さんと二階さんでしょっちゅうご飯食べて、しょっちゅう会談をして、今回自民党の対立候補を出さないで、これ小池さん実質では自民党の公認候補なんです。しかもあの二階さんの公認と言ってもいいぐらいなんです。選挙で1億5000万円を使う人たち、今回も事務所ないんですか立花さんに言われます。事務所なんか作らないですよ。選挙事務所で何してるかって言ったら、裏金困ってるんですよ皆さん。お弁当食べさせて、お茶お菓子わかる、裏で責任者にお金20万、30万渡す。
さらにその人が他に配っていくって平気でやってるんですよ。選挙に金がかかるってよく言いますけど、裏金ばっかりじゃないですか。だから我々はそんな裏金を使わない、お金を使わない、つまりお金を使わないということはお金をもらわなくていいですから、お金をくれる団体に忖度しなくていいんです。やれ医師会とか歯科医師会とか宗教法人、労働組合、町内会、自治会、PTA、そういう組織というもの、もちろん大きな会社、全部、我々、少なくとも私は支援を受けてません。ちなみに、個人からのお金を受け取ってません。政治献金は一切受け取りません。お金なんてなくても政治と勝てるからですよ。お金使わずに、知名度もなく、参議院になって京都の代表になる、それは知恵があれば、そして情熱があれば、なれることを実証しないと、次の人たちが言い訳するでしょ。お金がないから俺はできない、私はできない、そんなのさせませんよ。っていうか、本当にこの国の政治家は汚すぎます。自分たちが潰されそうになったら本気で検察権力を使って潰しに来ますよ。だから僕今被告人ですけども、負けないようにしますし、仮に僕が刑務所に入るようなことがあったとしても、刑務所から出てきてでもやり返しますから。ちゃんとこの国を正直に言ってる人が評価される国に戻します。それが僕が生まれてきた意味ですから。こんなに高い能力を持って生まれてきた人間はそれを行使する義務があります。この責任感、正義感は神が与えた僕に対する試練だと思ってます。だからどんなに辛い状況に置かれても、苦境に立たされても負けないですよ。それだけの苦労をしてきたから、何よりも何とも自殺をしようと思った、自ら命を絶とうと思いましたが怖かったです。ビルの上から飛び降りとして足がすったし、首をくくろうと思っても手が動かなかったです。こうやったのともう寝てました、じっと。7年くらい前、僕町田市の選挙で出て、町田山崎内ランチというのを住んでました。3日に1回しかご飯食べなかったですよ。食べれなかったです。その時も弁護士の違反だって言われて、警察に家宅捜索されて、 NHK に訴えられた人、受信料払えて裁判された人の代わりに裁判資料を作ったことが犯罪になったんですよ。多くの人は裁判資料なんか作れないでしょ、公明証なんていうのは。だから僕が NHK から訴えられた人のために無料で裁判資料を作ってたら、それが弁護士法違反だって言って、東京の警察10人ぐらい来て、パソコンやら携帯やら全部持っていかれました。辛かったですよ。世のため、人のためにやってるのに、人のためにやることが犯罪になるのか。で、松田の選挙もボロ負けでしたよ。もう何とも心折れましたけどね。負けないです。悪いことしてるやつがいっぱいいっぱいいるから。NHK の職員だけじゃなくて、衆議院だけじゃなくて、この国の総理大臣が一番必要なことを知ってるじゃん。もう桜の見る会とかも一回謝ってるって、ごめんなさいって一言言ったら一気に国民許しますよ。安倍さん、彼も苦しいでしょうね。能力もないのに総理大臣させられているから。安倍さんなんて能力ないですよ。周りの人たちを言うことにしてるだけです。だから操れるから総理大臣してるんでしょ。本当に能力ある人は潰されてます。田中角栄さんもそうだろうし、小沢一郎さんもそうだと思いますよ。この国ね、本当に国民のために仕事をしようとした優秀な政治家は検察によって潰されます。メディアによって潰されます。アメリカの影響があるのかもしれませんが、ただ僕はインターネットがある時代ですからね、負けないですよ。ネットを見て、多くの人がネットを見て
立花ってアホなことしてるけど、あいつ政治家とかめちゃくちゃあるな、あいつこそ地理しようじゃなくて本当になんか正義って信じて不正を憎んで、人は憎んでないですよ、正直に生きてる人を正直にして生きてる人が報われる、そんな日本にしようと思ってるなって、ちょっとずつ気づいてくれるはずだから、言っとかなかったら伝えれなかったから、今日もねこれ上にされてるときは一方的にされてますが、後でまた横で降りて皆さんのお話をお伺いさせていただきます。一人一人のお話をお伺いするとね、先ほども母子家庭のお母さんというか40歳ぐらいの女性の方をお話しさせていただきました。5分ぐらいで結構きついこと言ったんですけど、ものすごい喜んでくれました。役所の職員あなたを騙してきますよ、後悔なんかしちゃダメです、反省しなきゃいけません、後悔する人には後悔する人しか集まってきません、反省すると罪に生かせますから、過去には戻れないけど過去の失敗を将来に必ずプラスにできるし、反省をすることは後悔をする人は後悔する人しか集まってこないから愚痴が生まれます。でも反省する人は前向きだから、次は騙されない、次は失敗しないという人たちの中にいれば明るい人たちが周りに寄ってきます。次もし行政に騙されそうになったり政治に不安があったらすぐに僕に電話ください。僕は電話番号交換してますよ、政治家の当たり前じゃん、国民の声聞くんでしょ、なんで携帯電話公開しないんですか、政治家に直接物言いたい、そういう国民の声聞くのは当然でしょ、嬉しいですよ、電話かかってきたら文句言う時もいっぱいありますよ、でも僕と話をして喜んでくれる人が一日一人二人いること、いてくれること、めちゃくちゃ嬉しいです。誰も話聞いてくれなかったら、15年前に始めた僕の戦いの話を聞いてくれる人が誰もいなかったから、だから僕と話をして喜んでくれる人がいたらその人その人めちゃくちゃ嬉しいですよ、喧嘩することもあります、もちろん、でもこの選挙を当選することが目的ではなく僕の考えを広めていきたいし、僕みたいな人間と話をして写真を撮ったりして喜んでくれる人が一人でも二人でもいるんだったらもう全然成功じゃないですか、人生。いやごめんなさいよ、なんか何言ってるかちょっとよく分からなくなってきましたが、しんどかったんです。ただね、しんどかったって夢中ってこういうのも始まらないよね、ちょっと元気を取り戻していくと、やっぱりコロナ、ここね、今回コロナの被害、飲食店をされている方、遊興施設、世の中に娯楽を提供してくれているカラオケボックスやパチンコ店、ゲームセンター、ホテルの関係者、観光業をされている方、イベント業、いろんな人がダメージを受けてます。ここね、しっかりと保証していく、経済的に保証していくっていうこと、これはね、堀江さんじゃないとできないですよ。現に飲食業やイベント業をやってる堀江のこと、堀江貴文さんの意見を聞かないと無理です。だから今回堀江も浸透です。堀江さんという優秀なアドバイザー、彼の意見をしっかりと取り入れながら、イベント業や飲食業、ご覧産業されている方の補填をまずしっかりと行います。そしてこれから来るであろう第2波に対しては、自粛していただく高齢者の方にはしっかりとこれは自粛していただくというか、不自由な生活を強いることは理解をしておりますが、やはり高齢者は感染すると死に至るので、できるだけ快適に楽しく隔離できるような施設を作っていきたい。そして若者たち、40代、50代未満というか40代ぐらいまでの人はコロナに感染してもまず死なないですから、交通事故で人が亡くなる程度の確率ですから、これはもうしっかりと経済を回すお仕事をしていただくことをね、しっかりと区別をしてこれから来るコロナの来年に備える、そんな私は政治を、これは東京都知事になろうかならないかね、
やっていくことをお約束します。そして少数派の意見、 NHK を見ないから受信料を払わないという少数派の意見、また将来年金なんかいらない、いざとなったら生活保護があるから年金払いたくないという若者の意見、20代で立候補できないというこの東京都知事選挙はあくまでもこれあまりにも差別だ。20代が立候補できないのに70代80代が立候補できるのはもうこれ明らかな憲法違反だ。それもな合理的には主張される、ただ合理的に少数派の意見になっている人たち、バカな人が多いから、少数派の中にもものすごい真っ当なことを言っている人をお守りします。コロナで自粛自粛と言っている自粛警察に対して、ゴルフをしている人に対して、またパチンコをしている人に対して、あまりにも無茶苦茶な同調圧力を今回かけてしまいましたよ、多数派という人たちはね。でもこの国は自由な国です。中国や北朝鮮のように国が命令して国民の行動を制限することはできません。少数派の自由や権利を守るためにこれからも戦っていきますので、ぜひね、私の活動よろしくお願いしますというか、ちょっとでも見ていただいて、何か感じてほしいなって立候補したいとか、そういう要望にはできるだけ応えていきたいと思いますので、これからもね、立花から、そして NHK から国民を守ると、そして堀山市議とよろしくお願いいたします。すみません、ありがとうございます。いや、ちょっとね、これね、話聞いてもらえたら、あの一人でずっと演説とかしてたから、もう集まってくれると、だってしんどいでしょ、立ちながら話してくって、政治家の話なんて普通聞きたくもないんだって、聞いてもらえる喜びだけでも十分なんですよ。だから皆さんにお世話になってるので、僕を信用してくれる方、頼ってくれる方のためにも成立していきますので、よろしくお願いいたします。本当にありがとうございます。じゃあまた写真撮影とか、あの話サインとかしますので、この車のこの辺に来ていただければ、ゆっくりと皆さんとお話しする時間を作らせていただきたいと思います。